ほら、ごめんなさい。皆さんお元気ですか？今日は雨だったので室内練習をしました。バランスや自分の体をどの角度でも意思通りに動かせるようにするトレーニングをしました。この動画を見直すことで自分の感覚とイメージのズレがあるメニューもあったので、次回はそこも改善していこうと思います。自分のイメージと同じように体を動かせると、近くから得るボールの位置や相手の位置を合わせて視線を切ってもやりたいことができるようになるのではないかと思ってます。それをできるとプレーの中でも余裕を持てる時間が長くなると考えてます。だからこういった練習をボールを使えない室内練習でも磨いていくことで、ボールを扱う時にも必ず役に立つ練習だと思って取り組みました。今日はここまで。この後も動画を見ていってもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。